お世話になります、ひとりでございます。鎧の孤島ではクリアした後に、この道場の中でこの辺りでポリゴンがいて、それをもらうことができると思います。で、今回はそのポリゴンをどうやって進化させればいいのか、その方法をやりながらね、ご紹介したいと思います。ちなみにここでもらえるポリゴンは夢特性のアナライズですが、卵を産ませたりしてトレースのやつを使えば夢特性の源泉とかにもね、結構便利なので、まずポリゴンはゲットした方がいいですし、しかも進化させといた方がトレースで相手の特性を見破って、そこからそのままねリセットとかせずに相手倒したりできるので、進化させておくと非常にいいんじゃないかなと思っております。ですので私はちょっとやりたいと思ったっていう感じですね。で、今までのポケモンやってる方はご存知だと思うんですが、ほとんどポリゴンをポリゴン2に進化させるためにはアップグレードというアイテムを持たせて通信交換をして進化させることができます。で、さらにポリゴン Z はポリゴン2に怪しいパッチを持たせて通信交換でポリゴン Z に進化することができます。ですので、まず前提としてアイテムのアップグレード、怪しいパッチを持った上で、さらに友達とか交換相手が必要でございます。無論私は友達という代物を一人も持っていない孫をことなきぼっちでございますので、私みたいに孤独で悲しんでてニートで辛くていつも泣いてるような方々はスイッチを2台用意して2台持ちで通信交換をやっていくこととなります。はい、じゃあまずはポリゴン2をゲットするためにアップグレードというアイテムを取りに行きたいと思います。で、場所はまずここの鍛錬平原に飛びましょう。はい、ここに飛んでいきます。で、ここに飛びましたら、まずはこっち側を向いて目の前に岩みたいのがあると思うんですが、まずはそこの辺りに向かって、岩の辺りに着いたら右側ですね、草むらを抜けて右側の辺りに行くとモンスターボールみたいのありますので、これを取るとアップグレードゲットってなります。で、それ中にいろんな情報が詰まった透明な機械、シェフキャンパニーセって書いてありますので、これが必要な道具ということですね。じゃあ交換していきたいと思います。とりあえずまずはアップグレードというアイテムをですねポリゴンに持たせていきます。これで準備は完了ですね。で、私みたいな悲しいぼっちどもは別のソフトを開きまして、それで交換してもらいます。はい、これでもらってきましょう。はい、到着しました。おっすー。はい、進化していく。いい声だね。めっちゃ元気に暴れてからの進化。はい、ドゥッ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 ドゥル、来ました。いいね、かわいいね、めっちゃいいじゃん。ルルテルルヌヌン。はい、来ました、ポリゴン2ゲットです。ポリゴン2バーチャルポケモン AI 機能を搭載した結果、ポリゴン2同士にしかわからない謎の言語を話し始めた。怖っ。これなんか近年の AI 技術における懸念点みたいな感じじゃねえかや。で、次はポリゴン Z にするための怪しいパッチのゲットの仕方ですが、この道場の前あたりの左側方面に奥にかすかにホエローが見えますよね。この距離からでもめちゃめちゃでかい島みたいに見えるあのホエローのあたりに向かっていきます。チャリでも何でもいいですから乗ってですね、この橋を渡って、それで海に降りていきます。で、海に降りたらこっちに行きますと、ちゃんと島みたいのがありますので、島のあたりに向かっていきましょう。島のワークアウトの海が出てきますので、ここですね、その巣があるあたりに行きますと、小島みたいのがあって、奥にホエローちゃんいますね。このホエローのケツのあたりですね、ケツのあたりに行きましょう。ケツのあたりにもう一個小島がありますので、そっちですね。はい、こっちに行きますとモンスターボールみたいのがありまして、それでこのちょうどお尻が見えるところですね、ホエル王のでっけえケツが見えまして、そこのところにモンスターボールございますので、多分これだと思います。トロ、怪しいパッチ、これでしたね。何かに怪しい情報が詰まった透明な機械、制作者は不明ということでございます。これでゲットですね。で、また怪しいパッチをですね持たせるで、ポリゴン2に持たせていきます。これで準備完了ですね、こっちも。で、私みたいに悲しきぼっちどもはまたソフトを変えまして、それで通信交換をやっていきます。で、このポリゴン2をねもらっていきます。はい、で、これでポリゴン2が登場しましたと。はい、で、進化していくわけですね。はい、いってらっしゃい。はい、様子がティントンティントンまたなりまして、それでおなじみの、うわ、来た、暴れまくってる、すげえ、ポリゴン Z に進化した、シェーって感じになります。ポリゴン Z ブチャーポケモン異次元空間に出入りできるプログラムを追加したところ、挙動が不安定になった。なんじゃそりゃどんな図鑑説明だよ。
なんだろう、これ図鑑説明って言うのかなっていうような終わり方ですよね、これ。まあいいけどさ。まあ特に技とか覚えたりはしませんね。はい、ということで今回はポリゴンを進化させて、ポリゴン2、ポリゴン Z にするまでやらさせていただきました。まあ道具とかはね、普通に簡単に手に入りますので、あと壁は通信交換ですね。マジカル交換とかではできる可能性はかなり低そうですので、2台か友達を探すしかないですね。なので、社会より孤立し、空虚な心を携え、家に引きこもりし、孤独者たちよ、今こそポリゴンを進化させるため集え。